今日は、この固定してあるロープを安全に登って降りてくる技術を紹介したいと思います。まず今日使う器具ですね。これブラックダイヤモンドのインデックスって言います。これ左手用と右手用があって、これ両方使って登っていくのがもちろん一番登りやすいんですけど、これ登っていっても降りてこなきゃいけないので、これだけじゃ降りられないんですね。なのでこちらテツルのグリグリ、これはロープに体重をかけると勝手に止まるようになってます。で、中にレバーがあるんですけど、レバーを操作するとスルスルスルっと降りてこられるんですね。なのでこれとこれを1個ずつ使ったシンプルな組み合わせでご紹介しようと思います。じゃあ実際やってみますね。まずはグリグリです。まずロープに荷重かけるので、ロープ側がこっち、手の方がこっち側になります。カラビナをつけるんですけど、ここは必ずセーフティーロックを締めましょう。外れちゃうと死んじゃいますんでね。はい、じゃあインデックスですね。ここが外れ開くようになっていて、ここにロープ通します。でパシャンとつけると、下には使う引っかかるけど上にはいける。でここを外すとフリーで下ろせるみたいな感じになってます。ただこれも外れちゃうと危ないので、必ずカラビナを1枚使ってロープから外れないようにしておきます。これめっちゃ大事なんで覚えておいてくださいね。はい、じゃあこれでセット完了です。でこれフットコードっていうんですけど、ここに足を通してここで立ち上がってきます。はい、これでセット完了なんで、次は実際これで登ってみます。